アナキンだ。今日は何何ファイヤーの特訓をするよ。ファイヤーの特訓、うん、なるほど、だからファイヤーキノコになってるわけだね。はい、取って取って。了解、じゃあ取ります。ファイヤーマリオ取ります。ファイヤールイジ取る取る。あ、ごめんなさい。はい、ファイヤーキノコ。出てくるんですけど。オッケーだよ、キノコ。さあ、次は次はウーガンフィッシュ先生のところに行こう。ウーガンフィッシュ先生どこにいるの？ウーガン先生だけど。よく来たのキノッコよ。私はウーガン先生だ。ウーガンフィッシュ先生ね。ウーガンフィッシュ先生すごいな。もうやばい、いかにも燃えそうな感じです。さすが火でできているだけありますね。さあ君たちよ、今回はそのファイヤーフラワーを使った特訓場を作っておる。特訓コースだね。この土管を入るとファイヤーフラワー訓練が始まるから、みんなで協力して頑張ってクリアしてみてくれ。はいよ。なるほどね、ファイヤーの訓練だからね。敵が多分いっぱい出てくるだろうけど頑張ろう。さあ行きますよ、みんな入ります。ゴーゴー、せーの、ゴー。キノピコあ、ピンチュがいるね。ピンチュ、おお、たくさんいるから、これファイヤーで倒さないといけないタイプだね。ファイヤー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 、これは上から行けるけど、上から行くんじゃないぞ、みんな。ファイヤーの特訓だから、ファイヤーの特訓だから、もうファイヤーしてるうちに行って、おほお、完璧。いや、見た、ナイス援護だろ。キノピコが完全に行きましたよ、ピンチュを見てながら。じゃあ兄さん、今度頑張って。ルイジ、君のファイヤーにかかっているぞ。さあ行くんだ兄さん、行きます。行くぞ行くぞ、ジャンプしたジャンプした、ジャンプした、行きました。ナイスだよ兄さん、そっちから援護してくれたら多分行けると思うから。上から行ってもいいんだよ。上からは行かない。行かないの。キノピオが上から行くわ。あ、僕は上から行っていいんだ、やったー。先に上から行ってください。よし、じゃあルイジ、今度は君の番だ。キノピオが援護してくれるから、それと一緒に行くんだぞ。分かったよ兄さん。さあ、行くよー。ダッシュした、タイミングを見て。ダッシュした、今今今今今今、おお、行けた行けた、大丈夫このやったよ、行きました、やったよ、みんな行った行った。次のファイヤー訓練はなんだこれ。もうウジャウジャいるんだけど。じゃあ行くよ、踏んで行ってもいい。大丈夫、この先にもファイヤーが、数が多い、キノピコ、無理やり行ったな、キノピコ。やるから大丈夫です。これは数が多いぞ。さあどうする兄さん、僕は上から行っていいかな。クリボーの群れを通ります。行くよ、助けて助けて、こっちから撃ってくれないと多分無理だから。さあ行くぞ。援護がないぞ、援護。マリオブラザーズアタック。おお、一掃しました一掃しました。よし、これでどうだ、いけるか、マリオいきます。あー、くそ、一発食らった、一発食らった、一発食らっちゃったけど、いけた。うわ、登ってきた登ってきた、クリボー登ってきた。ルイジ頑張れ、頼んだよみんな、援護して、誰も援護してくれない、誰も援護してくれない。してるわ、いくよ、今だ、違うかよ兄さん、ここは難しいな、みんなで行くのも。さあ次はこの矢印の通り上に行こう。うん、いや、しかしあのクリボーのとこは難しかったな。さあここ登っていきますよ。イエイイエイイエイ、ちょっと待って兄さん、ルイジ置いていかないで。はい、何あれ、扉があるぞ。おい、なんかいるよ。おいおいおい、ブンブンがいる、今度はブンブンか。大丈夫、ここ大量に降ってくるようになってるから。よし、じゃあみんなでブンブンを倒しに行くってわけだね。うん、そうしないとあそこの鍵が入る。なるほどね、ブンブンが鍵を持ってるらしい。さあ行くぞ、ファイヤーの訓練だ。さあ倒せ倒せ倒せ、ブンブンが来てる、ブンブンが来てる、ブンブン強い、ブンブン強い、えらいことになりました。ファイヤーが撃てなくなる、この上避難場所です。ファイヤーが撃てなくなったというえらいことに。ルイジ早く、ルイジ入って、一回入って、みんな、みんな、みんな、まずファイヤーを準備、準備して、あ、生きてたのか、いいのか、よくわかんないけど、まず、はい、今、今、今、よし、一
った、い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 った。オッケーです。ちょっとちっちゃくなりすぎだよ。よし、じゃあ、キノピコ。ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー。ルイジ、ルイジが。仕方ない、ルイジ、すまん、ルイジ。ナイス、ルイジ。ルイジの攻撃が当たった。さあ、ルイジと死を無駄にしてた。ファイヤーが一切当たらずに攻撃終わりました。よし行こう。なんとこの2人の踏みで殺したというファイヤーの練習が。やべやべ、なにこれ。撃つなよ。みんなみんなみんな取って、みんな取ってください。はい、ナイス、撃つぞー、ファイヤー。これ撃てば楽しめるよ。下に来い、プンプン。私たち、ブラザーズアタック、当たったー、やりましたよ。ブラザーズのアタック。鍵、取った。なんと鍵は、あー、ルイジが持ってる。ルイジが倒したんだ。おー、間違えた。すまないよ、兄さん。マジそこは。なんで入った。おー、復活すんのか。ちょっと、ピンチ、ピンチ。ピンチです。そういうことは、プンプンも復活。逃げろ。みんな一回出ると復活するので気をつけてください。もう一回います。危ねえ。入ろ。待て、プンプンめっちゃ復活だぞ。さあ次は、鍵がいるみたいだね。鍵がないからこっちに行こう。おお、みんな帰ってきたようだね。ファイヤーの訓練はどうだった？ちょっと、動かせて。少し当たってるんですけど。痛いですよ。すまんすまん。ファイヤーの訓練は、だいぶ上手くなったってわけだね。さあ、最後の訓練だ。そう、私は敵だからね。君たち、私を倒してみなさい。どうやって倒せばいいんですか？あら、ブロックが怪しいよ。確かにこれしかない。スターが。はいよ、ルーガ先生、ルーガンフィッシュはスターで倒せるのかな。倒せるわ。やりました。ファイヤーの訓練は最後はスターの訓練だった。ということで訓練は以上だよ、ルーガン先生のね。みんなよく頑張った。下にいる。その鍵を取ることでこの訓練所は終わるからね。みんな取ってください。いやー、訓練場難しかったようで楽しかったね。うん、オッケー、みんなゴール、ワンナップゴールだね。ありがとう、ウーガン先生。出てる。いけない、いけない、いけない、ウーガン先生、最後の罠。なんなんだよ、ここ。おー、みんなー、さっきのは訓練ではあったが、まだまだ序の口コースだからね。ちょっと当たったわよ、ウーガン。まあ、ウーガンフィッシュ先生のコースだから、これも訓練ではあるが、今度はボス戦だ。おりゃおりゃ、みんなファイヤーになってボスと戦ってみてくれ。ボス戦、兄さん大丈夫かな、僕たちで。ちょっと僕も取らせてよ。先生ぶつからないで。よし、行こう。行こう。よし、ここですね、先生。行くぜ。頑張ってきてね。うわわわわわ、いるいる、あれだ、猫クッパがいる。ボスだ、ボスだよ、ボス。さあ、みんなでファイヤーだ。何匹いるの？あ、ちっちゃいのもいる。ちっちゃいのもいるぞ、みんな。でっかいの倒した方が良さそうだけど。でっかいのとちっちゃいのもいる。いけ、ルイジ、当たったよ、兄さん。後ろにいた。ファイヤー、ナイスナイス、いいぞ。さあ、キノピオ、キノピオ。あ、僕怖いんだよ。ちょっと一回動いて。ちっちゃいのから倒すか、兄さん。確かにちっちゃいのも厄介だな。よし、今だ。なんかあそこ無敵だけど。キュッパ、キュッパ、倒した。ちっちゃいの倒したぞ。やりました。さあ行くぞ、でかいのがいるぞ、まだ。あー、怖いよ、兄さん、助けて。怖いよ。大丈夫か、アルジ。無敵だよ。無敵ポイント、キノピオ。あ、いかん、これはいかん。兄さん、大丈夫、大丈夫じゃねえよ。いかん、ルイジ、ルイジ。ルイジ、じゃあ逃げるぞ。よし、いいぞ。取ったぞ、ルイジ、いいぞ。私に取らせてって言ってんじゃないか。あべし、あべし、全員いない、キノピオ以外。キノピオはなぜか無敵ポイントに入って。いかん、でかいのが強いぞ。他に入っちゃった。
それではいかん。やり直しになっちゃう。さあ行くぞみんな。いかん、兄さん。兄さんを狙いやがって。さっきは怖いって言ってたくせに。間違えて土管に入ったんで、もう一回やり直しです。復活してるからね。じゃあ、ね、猫、クッパパ、クッパパ。やだ、同時に出てきたよ。よし、行くぞ、兄さん。今だ、一回ダブルクッパイヤー。どうした、やりました、マリオブラザーズでやりました。キノピオ、キノピオが危ない、キノピオを取らせろ。やべ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 、キノピオが死んだ。しまった。うわぁ、くそぉ、こんなに火吹いてくんのこれ。いけいけいけ、ファイヤー来てる、ファイヤー来てる。危ない、でっかいファイヤー。それはでっかいよ。よし、まだ、やったぁ、倒したよ、兄さん。誰が倒した。やったね、ルイジが持ってる。やったよ、兄さん。鍵、はいよ、行こう。やったじゃん。ボス戦はさすがに強かったな。ウガンフィッシュ先生、倒しましたよ。よくやったな。さあみんな、この鍵を使ってその扉に入ればこの特訓場は終わりだ。いやー、でもあの猫クッパー強かったね。ファイヤーの訓練が生かされたみたいだ。やばいやばいやばい、ちょっとー、入るよ。入って入って。いや、これで結構ファイヤーの達人になったんじゃない。えっちゃうの。あずだちゃん、バナプ取ろう。ちょっと待って待って、うわー、一人で行っちゃったよ。ちょっと待って、あーキノピオ。私に手のに向け。あー、みんな走ってる。まずくまずくまずく。イエーイ、ファイヤー特訓完了。僕置いてくな。はい、ということで今回はウーガンフィッシュ先生のファイヤーフラワーの特訓をして遊んでみました。いやー、これでね、みんなこのコースをすることによってファイヤーが上達するはずです。みんな頑張ってください。カルちゃん全部作ったぞ。そうそう、これはカルちゃんが全部作ったコースなんで、みんなもこのカルちゃんの ID を検索してどしどしこのファイヤーフラワーのピア、ウーガン先生のファイヤー特訓場、楽しんでください。はい、ということで以上です。この動画が面白かったらグッドボタン押してね。チャンネル登録もよろしくね。他にもたくさん動画があるんで見てね。それじゃあ次回の動画でまた会おう。バイバーイ。